はいさーい、はいさーい、はい、今日はですね、はい、久々にイカ釣りですね。イカ釣りイギングですね、こういう時期ですからね。まあ時期なん でただちょっとイカを釣るだけじゃ面白くないってことで、はい、今回はですね、狙うイカ決まってます。決まってるの？決まってます。沖縄では、まあ、多分2種類が釣れるんですけど、うん、アオリイカとクブシミ、はい、が釣れるんですけど、今回はアオリイカですね。しかもただ釣るだけじゃダメです。目標は1キロオーバーです。はい、1キロオーバーのアオリイカ。アオリイカです。そんな簡単ではないんですよ。結構プライベートで自分とハールさんもよく行ってるんですけど、はい、自分は今だいたい 4,5 回行って坊主なんですけど、僕は2回行ってる。2回行ってますね。それぐらいアオリイカ釣るのが難しいと思って、今回はこの初心者メンバーで1ヶ月かけてアオリイカを狙います。はい、釣れないんだったら、まあ、上手いメンバーを連れてこいと思うんですけど、はい、まあ、ツーバーとかコウちゃんですね。あ、まあ、それだとヒッチャー入らない。ヒッチャーさんバンバンも入らん。ヒッチャーさんバンバンも入らん。ササロコ、ササロコさんとめっちゃ上げ足取ってくるんだ。釣り上手いメンバーを入れればいいんですけど、はい、それだとやっぱ甘えちゃうんですよね。まあ、確かにポイントとか釣り方とかやっぱ上手いんで、うん、そうじゃなくてもうこの初心者メンバーでいろいろ自分たちで考えながらアオリイカを狙っていこうっていう。でこれをまあ1ヶ月、まあ 毎日じゃないんですけど、スケジュールが合う週に1回ぐらいで撮影していこうかなって感じですね。ちなみに、はい、なぜアオリイカを狙う？なんでアオリイカなんですか？それはですね、はい、まあ、いろんなイカがいるんですけど、その中でもアオリイカ一番美味しいとされているらしく、おお、せっかくマグロクさんもいるので、釣った後に、はい、まあ、刺身でも何でもいろんな料理して食べたいなってことです。ということで、はい、狙っていきましょう。はい、はい、ちょっとあっち人入っちゃってるんで、ちょっとあっち側人いるね。この辺を撮ってもらった、あっちの方、うん、よいしょ、大丈夫ですか？あー、怖い、死ぬ、大丈夫ですか？お、足跡ある。獣嘘、いるやん。あ、本当だ、ちょっと足跡ありますね。人結構なんか踏み入れてそうな、綺麗だね。行くじゃん、行くじゃい、行くじゃい。で今回するエギングなんですけど、はい、なんだいエギングって。これはエビに見立てたルアーですね。はい、これを動かすことによって、はい、抱きつく。そうですね、エビ、これ、うん、そうなんですよね。エビに見えないじゃないですか。でもこれ元々は魚でしたね。エギはまだ松明で夜釣りをしてた時代に、うん、その松明の切れ端が落ちたんですよね。うん、その切れ端にイカが抱きついて、まあ、エギが生まれたんですけど、最初は、まあ、魚の形でした。狙うと以外も釣れたりするの？これたまに、そうですね、魚もかかりますね。じゃあ楽しみだね。さあ釣れるのか。マグロさんやります？いいのかい、終わらすぜこの企画。もう速攻で1キロオーバー釣っちゃいます。うん、さあ出るのか。大丈夫。お、いいわ。最後にタップで。こんな早かったらいいか、早すぎてだけですよ。1キロ以上はこれくらいなんだ。あ、そうなんですか。でかいか。1キロ以上はこれだ。覚えてきたよ。うわぁ、ハブちゃう。食われてる。食われてないっすよ。食われたとかある。演出しすぎた。生き物を演出しすぎたの。すみません。周りを見て、ないの投げる。投げる。お、飛んだ。な。シャクラないの。わあ、これが噂のユッシーシャクリ。もうユッシー取っとこうね、とりあえず。すると思うから。絶対あそこ触れんこ。触れてください、あっちは。じゃあ一瞬だけね。ハルオが頑張ってます。頑張ってください。はい。はい、ダメでしたね。今の場所はちょっとね、浅いし、なんか炭も裂かれてなかったから、漁港っぽいとこ行って、はい、炭から探します。あ、なるほど。あ、炭探し、うん、え、どうですか、どうした、どうしたんですか。お腹すいた。天ぷら食べたい。なるほど。絶対来る道中ね。来る道中にあったやつじゃない。近い、あるんですか、匂いがする。この辺ですか。あ、本当だ、本当に匂いする。揚げ物の匂いがする。もうや。天ぷら。天ぷら書いてますね。丸吉食品さんに来ました。カニもずく天ぷらがちょっと有名なんですかね。
くわ、ちくわおいで、うん、ごぼう、ごぼう、ちくわ、ごぼう、ちくわ、ほら、ちくわ、はい、まずちょっとここで食券買うみたいですね。めっちゃお家ですね。まさか取材とかそんな感じです。そんな感じですね。YouTube ってやつ、 YouTube っていう、あ、私たちには知らないことだ。カニもずく天ぷらとミックス天ぷら、オーケーっす。はい、天ぷら買いました。あっち行きますか。はい、ドーン。カニもずく天ぷらと天ぷらミックス。あ、いいっすね。あ、もずく天ぷらあるじゃないですか。うまそう。大将はグッ、じゃんけん、はい、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、よっしゃー、じゃあ俺、じゃんけん、はい、普通にうまそう。あ、おいしい。カニの味ですか、これは。合います？合う。何ですか、うまっ。たまたまなんすかね、コーヒーの CM ですか。そうだよ。たま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 はい、そんな感じでですね。そんな感じだよ。次のポイント向かってます。はいよ。マグロさんがちょっと不安そうなんですよ。なぜかというと、ここら辺電波ないんですよ。不安になってくるみたいな。マグロさんが結構スマホない時代長く生きたはずなのに一番長いです。あんまり慣れてないみたいな。ついに県外マグロさん県外帰るぅ。マグロさん抑えろぅ。ジムタンしろ、マグロさん一発で聞け。はい、場所移動しました。移動した、ですね、こっちなんかこのブロックがあるんですね。ありますね。でここにまずイカスミがあるか見てみますか。多分イカスミあったら釣れた人がいると思うんで、うん、うわ、いいよ。これは違いますね。違うか、もっと黒くなりますね。そう、イカスミないっすね。違うな。空めっちゃ綺麗ですね。ユシ病んでるの？空綺麗綺麗、本当に綺麗なんですよ。もういいか。アホリイカが。アホリイカ。アホリイカ。このちゃんと乗ってくれるハールさんの優しさね。イカ発見。いや、言った。ユシやるかな。ユシやるかな。イカ発見。あ、来た。やった、ユシもやった。みんなやるんすね、みんなやるんすね。はい、ちょっとですね、こっちからあっちの先端ですね、先端行こうとしたんですけど、なんか立ち入り禁止って、あー、ダメっすね。はい、次の場所ですね。さあ、待ったけど、セミあるか。結構深い、ね、でも結構深いっすね。多分満潮じゃん。ガシガシ、深すぎはないっすね。なんかここの漁港、はい、なんすか。はい、あれはよし、イカスミじゃない。ああ、スミ、スミ、スミ、待って待って、あ、イカスミだ、イカスミ来た。ついに見つけた、ついに見つけた。どうすか、うん、見えないけど、見えないけど、やる、ここいるだろう。いや、もうここしかないっすよ。ここでちょっと投げるか。やりましょう。ここ近辺で。マグロさんありましたよ。早川、ここで書き初めしたとかはない。違います、こんな大胆にこぼしまって。これイカの跡じゃん、これちゃんとイカの形してる。これ足で、これ足で、こっちに目ある、こっち目ある。地面に魚拓作った。いや、これ本当はダメですからね。ちゃんと炭流さないといけないんで。いや、本当は良くないっすよ。全然いった。まさかの、まさかの、まさかの、嘘、嘘でしょ。あ、え、どこ、ま、は、行こう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 、おい、ダウリ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 、取ってください、マックス取ってください。クリア、すげえ、入ってる、入ってる、え、クリア、ほ、マジすげえ、マジすげえ、ご視聴ありがとうございました。違う、ありがとうございます。キロいって、キロいって、絶対キロいって、キロいってないな、キロは明らかにいってない。重さ測りましょう。さあ、何キロ、何キロ、どれくらいだ、どれくらいだ。
全然ダメ。370マジで1キロってじゃあ相当やばくない？370、うん、俺700ぐらいあると思ってました。さあ、ジョイが釣ったおかげで画前やる気が出てますね。やばい、アオリイカいるやん。おっしゃー、誰が素人だってこの野郎。おっしゃー、このポイントマジやばくないですか。ポイントを褒めるな、腕を褒めろ。俺の腕を褒めろ。こんな連発するんですか、うん、こんな釣れないですよ普通。釣れないですよ、こんな釣れないですよ。釣れない。さっきジョイが370だったんで、これは勝てるかな。いや勝てないと思います。これ俺の方が大きいんじゃないか。でもこれいいサイズじゃない、食べるには。食べるにはいいですよ、ね、めっちゃいいサイズ。測ります。はい、190。めっちゃ悔しい、待って。早く釣りした。俺らをバカにするからだ。あ、めっちゃいいか釣れる、やばい。この釣れるのうまくあるよ。これポイント取りやがった。ジョイ来た？これ、メガカリ？嘘。カリじゃない。あ、巻いてみて。え、重たいな。お、は？マジ？釣れてる、釣れてる。釣れてる？マジで？釣れてるのか、重たいのか。じゃあ巻いてみよう、巻いてみよう。わさ。化けてはいるからな。巻け、お、なんかかかってはいるってことね。なんかかかってるってことね。なんかかかってるけど。何かかかってる。お、ゴミだー。あ、ゴミ？でっかいゴミが釣れたー。海藻が釣れたね。性格悪いんすけど、はい、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。うん、取れた。よし、よかった。ジョイイールエギ使ってる。俺もこれで釣った、さっき。ピョンピョンサーチ。見えか？マジ？見えます？ほら、ちっちゃいのが。今、あ、ほんとあれ釣れると思いますよ。これ、あ、色変わった、色変わった、色変わりましたね。さあ、釣れるか。寄ってきてますよ、これ、寄ってきてますよ。これ、いや、いるいるいる。離れていく。近いからかな、惜しいな。どうした。集中力使う。ちっちゃい子あったんですよ。エギ、ちっちゃいエギ。あ、一応俺持ってますよ。あ、持ってる。まさかのイカ釣りでタコじゃくて。シガヤっすか。シガヤっぽい。待って、標本じゃないよな。シガヤっぽい。だ、さすが俺。手長いからシガヤっぽいんですか。イカ釣りでタコ釣った。すごい。やったー、クリア。イエーイ。待って、何、何すかこの、なんか、俺だけアウェーな感じ。逆にアオリイカよりすごいんじゃないかっていう。これが釣り戦利です。ハロー、釣ったぜ。釣りましたよ。やばい。何釣ったんすか。イカ釣りでタコ。違う釣りすげー。何釣ったんすか。俺打ち込み釣りではすごい高級の餌で。そうだよね。しかも高いよねこれ。1匹300円とかすごい高いんですよ、うん。
めっちゃ俺普通にサバ缶食ってたわ今すげえ俺とかトイレ行ってたからねやったクリアイエーイイエーイイエーイさあこれで全員釣ったな、ね、そうですね帰るか帰りますねさっきからずっとここでやってるわ一緒70 70g 70g最初見えた時、イソギンチャクと思ったんですよそしたら、動いてたから、うん、うわ、タコだ、みたいなうーん言うまずめたぜ、チャンスだぜチャンス、チャンス、チャンス、むしろやったほうがいい、やったほうがいいそうだよ、そうだよ、うん、やろう、やろうおれおおあれあれんあ、来ちゃうかもあ、嘘嘘嘘重くないえ、ガチあ、釣れてるやつ抜けた、抜けたえ抜けたあえ、バレた抜けたでかかってた。かかってあ、寝掛かりじゃでかかったんじゃないの？めっちゃでかかったっす。うわ。もう一回もう一回投げて、もう一回投げて。チャンスチャンスチャンス。え？あ、ええなんか痕跡ある。は？え？は？あ、糸？糸？え？いや糸が。え？え？え？糸があるよ。あれ？糸。あ、糸が絡まってたと。ただ糸が絡まってただけっす。これ糸をねゴミ。あ、いイカ。これイカのあれだね。足だねモロさん怒りますよどうしたんですかどうしたんですかどうするどうするどうやって落ち着けるのこれ確かに確かになんかもう雪飛び込むしかないんじゃないか確かに確かにこれ以上の取り出し悔しいって悔しいさすがにそれはそれはないっすよはい、ということですね。夜になりました。はい。チョーカーはですね、ハルさん、アオリイカ1匹。はい。ジョイさん、アオリイカ1匹。はい。で、モゴロクさん、シガヤダコ1匹ということで。はい。で、釣れました、ね、まあ、自分がゼロですね。はい。今後のちょっと流れなんですけど、はい、目標は1キロオーバーなんですけど、うん、まだ結構、それには差があると、うん、全然まだまだだね全然足りてないねこれから1キロオーバーのイカを狙うにしてもかなり撮影的に厳しくなると思うんですよ、うん、なのでちょっと次回、はい、アオリイカについていろいろ調べたいなと思ってて、はい、例えばアオリイカの生態とか、うん、エギの色はどういう色がいいのかポイントはどういうところがいいのか、うん、そういうのをいろいろ自分なんかで調べた上で釣りするのもありだと思うんですよ1日かけて1日もかける1日かけますおはめっちゃガチやんガチっすよだから本気なんですよ、うんまあ、俺が釣れてないっていうのもあるんですけどいや油脂悪くないよ油脂悪くない誰もそんなこと言ってないよ攻めてないやっぱりこの釣るからにはちょっとね本気で、うんまあ、自分なんかでいろいろ調べてそれで、まあ、みんなで相談して、まあ、次どこ行くかとか決めたいなと思ってます、うんうん、来週はちょっとちょっと会議室とかなんか借りてパソコンとか本使っていろいろ調べていこうかなガチで調べるわけですねガチでいくということでまた次回の動画で次回の動画で会いましょうはい続く後片付けですね無理やちょっとこれ最初からあった炭なんでちょっと押しづらいっすね頑固だね、うん、ちゃんと洗い流して帰った方がいいっすよやっぱり、うん、よかったなはいさーい。おはようございます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 。なんで海じゃないんだい？今回はですね、1キロオーバーのアオリイカを釣るために、はい、いろいろパソコンを使って調査しようということで。パソコンって何？嘘だ。パーソナルコンピューターやね。パーソナルコンピューター。そうなの。で今回ですね、朝9時から夜の10時までパソコン室を借りたんで頑張って調べて、はい、最後に発表して、はい、今後どういう風に進めたらいいのかっていうのをみんなで話し合っていけたらいいなと思ってます任せろ、はい、勉強とか大好きだから結構お金もかかってるんですよえいくらぐらいすると思います1000円8000円1万8000円ですうわそれを昨日浜ちゃんに告げたら、うん、いつも温厚な浜ちゃんが急に機嫌悪くなってドリル持ち出して DIY 始めるっていうということで頑張って調査していきましょうはい、はい、あすごいっすあちょっと借りたんですね9時から22時まで、はい、ちょっとだけいい感じですね3畳ぐらい3畳ぐらい
すごいってもうすでに入ってるこんな感じですね。広いっす。広すぎだろって言ってる。今から役割分担していきましょう。役割みんなで一緒にやるんじゃないんだ。みんなで一緒にやったらちょっと時間ないんで。じゃあ俺大食い担当。じゃあ体張る担当。近いね。全部で4つあると。あ、4人ってことで。4人分ある。はいはい。で、まあ、一番下が小六さんですよね。はい、でジョイさんがちょっとパソコン得意なんで、はい、ポイント調査です。いろんなサイトとかから持ってきて、まあ、グラフ化とかいろいろやったりするんで、これジョイさんですね。で、これのしゃくり方と襟の色、まあ、これはあれですね、要はイカの釣り方みたいな感じですね。はい、これがハールさん。オッケー。で、一番上、アオリイカの生態と種類、これが自分ですね。まあ、刺身でもいいんですよ。ただ、今回使うのがイカの王様って言われてて、まあ、イカの中でも一番美味しいって言われてるイカなんですけど、それと他に何か最高の食材を使いたいなと。金に糸目はつけんってことね。まあ、なるべく。なるべく。浜ちゃんが怒らない程度。なんか、いい食材とか多分、マゴロさんいろいろ知ってると思うんですよ。あ、そうだね。まあ、そういう感じで、まあ、今10時なんですけど、まあ、あと12時間時間あるんで。そんなに使おうこれパワーポイントにもいろいろまとめないといけないんで、うん、すぐ時間なくなるんで、本当にすぐ時間なくなる時間大事にしてますよ。時間大事にしてます。ジョイが不安なんだよ。僕ですか。音ゲーとかしそうですよね。俺は一番危ないのジョイと呼んでる予想してこれはマゴロクさんじゃないかなと思ってじゃあこの4つですか。4つですね、はい、これで調べていきましょう。はい、ジェイさんも大丈夫ですか？ん？やること分かってます？調べてる。似てるだけやん。でもこれ、食べるログやんけ。どうだ、まさか。これはイカの情報になるのかな？なんですか？赤いキツネ、緑のタヌキを破るって。これは関係ない。石井先生。これ関係ないですね。マグロクさん、ふざけないでください。嵐引退しますそれは本気かバンドマン原因は大野くんみたいですそう、けど彼は釣り好きだ許しますか。許そう。いたんで、あざーす。何か食いに行きますか。イカの燻製がある場所があるらしくて、よし、イカの燻製ちょっと食べてみたいんで向かってみようかな。じゃあ行きましょう。あ、ぽい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 。これこれ、そっちっぽいですね。え、これ営業中って書いてますよね。はい、イカの燻製屋さんに着きました。イカの販売中って書いて、中にちょっとおじいさんがいて、ちょっと撮影許可もらいました。あれ、なんでこれですか。イカの燻製をいただきたくて。はい、こういうもの。おー、すげえ。すごいすごいすごい。あ、これは、これは500円ね。500円。うん。あれは何ですか。あれは油。油味噌。イカの油味噌ですか。イカも、またマグロが入ってる。食べてみるか。あー、いいですか。いいですか。うん。ありがとうございます。はい、いっぱい食べていいよ。はい、はい、はい、どうぞ。マグロとイカがっていう、うん、あ、うまご飯と一緒に食べたら最高に合うね
うまい。早いキャラものを包んだら、ね、ああ、いいっすか。ありがとうございます。お邪魔します。うまい。お前どこかい。こっち、ほら。すごいすごい、来てください、来てください。でかっ。おぉ、すごい。すみません、これイカ、何イカとかあるんですか。セイカさ。セイカ。うん。でっか。またあちこ、ここだよ。カニの耳みたいしてるから食べしててみようね。すごい、チーズみたい。すごい、スライスチーズ。すごい。すごい。すげえ。はい、そういうぐらい。はい、はい。いただきます。先生、あったかい。大丈夫。うん。これは、おらんといかんから。これ100円。買います、買います、買います、買います。はい、はい、はい。これを切ってあるものさ、あの今までのもの。これにつけたら、ものすごい美味しいよ。あ、絶対うまいよ。これと、イカの味噌ももらっていいですか。ああ、あれな。はい、今、食べたものな。はい、あれも500円だから。おまに乗っけたい。はい、はい、はい。はい、じゃあこれ、これは宣言ね、500円、500円の2つ、はい、はい、はい、ありがとう。はい、着きました。ご努力、頑張りましょう。はい、えい、おー。はい、お昼に入ってですね、だいたい10分か15分ぐらい経ったんですけど、ちょっとですね、後ろの方から変な声が聞こえるんですよ。ちょっと調査しに行きたいと思います。はい、時刻は4時半になりました。30分って言ったけど寝てます。これは起こしましょう。おはよう。おはようございます。起きてるよ。1時間寝といて起きてるよ。もうない時間耳聞かれてましたよ。おはようございます。それが終わった。それが終わった。なんで上から別になんですか。何パーセント終わった。俺は7割ぐらいです。アロハ。いや、もうジョイさんはどのぐらいですか。俺も9割ぐらいじゃん。マゴさんは5割じゃあやるべきですね。はい、すっかり夜になりました。こんばんはですよ、もう。こんばんは。8時15分ですね。時ですよ、20時。みんな、終わったようです。大丈夫ですか、皆さん、準備は。ということで、まあ、それぞれ4人、プレゼン作ったんで、はい、まあ、発表していきますか。いや、僕初めてなんで、ちょっと緊張してます。ということで、やっていきましょう。はい。はい、お願いします。はい、お願いします。パチ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 。まずトップバッターですね。はい、よし、自分からやります。アオリイカの種類と生態ですね。はい、まずは、まあ、イカの祖先ですね。イカの祖先何か分かりますか。まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど。アンモナイト。宇宙人。正解は貝ですね。え、貝なの。アンモナイトも正解なんですけど。宇宙人は。宇宙人はなんで俺を困らすんですか。素朴な疑問だった。イカとタコは、まあ、貝の祖先と言われていて、もともとはこういう風に砂の中に埋まって、まあ、生活をしている、まあ、貝のメリットとして敵から、まあ、身を守ることはできるんですけど、いろんな場所に動くことには長けてないと。なので、まあ、海中にいるプランクトンを食べて生活していました。月日が経ち、イカに進化しました。そうすることによって自由に動けるようになったんですね。プランクトンだけではなく、まあ、魚とかエビとかいろんなものを捕食するようになって、これまでイカが進化してきたってことですね。今回狙いはアオリイカですね。はい、このアオリイカ実は
3種類いるんですね、日本に。白イカ型と呼ばれるものがあります。まあ見ての通り、まあ、白っぽいイカなんですけど、まあ、これが、まあ、みんなが言うアオリイカの代表と思っていいですかね、白イカ。で、特徴として浅い場所から深い場所まで生息しています。で、最大で3キロ。3キロ、おお、でっけえ。で、生息範囲ですね。これは何、ジャパン？ジャパンです、ジャパン。いや、これでも日本じゃないですか。違います。どこがどこ？北海道、本州って言うんですか。本州、九州、沖縄ですね。奄美大島と四国は同じぐらいなの。マジか、いいっすか。ごめんなさい、ツッコミどころ満載なんですけど。南は沖縄から、北は北海道の南の方まで、この白イカ型のアオリイカが釣れるって言われてます。範囲広いんだね。範囲広いですね。相当自由手に入れたね。相当自由ですよ。ドリーム掴んだな。次がこの赤イカ型ですね。これまた違うの？まあ、全体的に赤っぽいイカなんですけど、まあ、最大で5キロから6キロになります。同じのでも大きさが違うんだ。大きさが違いますね。これが一番アオリイカの中ででかくなります。ただし浅い場所にはいないです。船で釣れるアオリイカは、はいはいはい、過去に釣ったことあります。かなりでかいのが出てきますよね。過去にいっぱい釣りました。あれは赤イカだ。それは赤イカに属しますね。で、これはちょっと狭くなったんですけど、まあ、南は沖縄から和歌山県ぐらいまで、まあ、大体いると言われています。まず最後の俺をチラッと見る。マグロクさんに怯えてるんですよ。で、最後に何これ、クワイカ型ですね。何それ、すげえ。明らかに違いますよね。黒っぽい色にちょっとエメラルドグリーンが散りばめられていて、全体的に真っ黒なんだね。全体的に黒です。まあ、かなり綺麗な色のイカです。で、これは浅い場所にいます。リーフの中にいて、で最大でも 400g。 ああ、そんな大きくはならない。かなり小さいからです。で、生息域がさらに狭まって、なるほど、沖縄から奄美大島ぐらいまで。やっぱ奄美だったんだ。奄美ですね。生息してると言われてますね。なるほど。じゃあ今回どれを狙うのか。1キロ以上で、まあ、最初に言った白いカッコと赤いカ。でも赤いカは船からじゃないと釣れない。そうですね。まあ、一応おかっぱりから釣れることもあるらしいんですけど、ほとんど深い場所にいるみたいなので、今回のターゲットはこの白いカ型を狙うことになります。で、なぜ3種類もいるのか不思議じゃないですか。確かに。これ結構面白くて、今からですね、80年前、アオリイカは10種類ぐらい分かれてました。そんなにいたんだ。そんなにいました。アダム博士という人がですね、この10種類以上あるアオリイカを一つに統一したんですね。そして月日は流れ、沖縄である発見がありました。これまた雑だな。ちょっとモザイク必要なんですか。なんだこれ。沖縄の人が、あ、赤いかと白いかと、白いか赤いかクワイカというふうに分けて呼んでたんですね。今まで1種類しかいないと思われてたアオリイカが、沖縄で初めて3つに分かれているってことが分かったんですね。で、近年になって、DNA レベルで調べたところ、おお、すげえ、全く別のイカであることが分かったんです。で、このアオリイカなんですけど、現在はこういうふうにアオリイカっていうものがあって、まあ、白イカ型、赤イカ型、クワイカ型って3つに分かれてるんですね。ただ、この型というのは適切ではなく、本当は白イカ、赤イカ、クワイカというふうに分かれても、おかしくないって言われてます。DNA が違うから、別の種類なので。で、アオリイカがいる場所ですね。まあ、どういうところにいるのか。ちょっとこれも雑なんですけど。これなんだ。これ何に見えるかのテスト。違います。心理テストみたいにも見えるな。まず、海藻がある場所。海藻がある場所。アオリイカは海藻に産卵するので、こういった場所に、いるって。あ、じゃあ産卵する場所だから大きいのがいると。で、もう一つが岩。岩の裏とか。岩の裏に隠れて、魚が来たところを捕食するとか、そういったことをやるみたいです。で、もう一つが湾になっている場所、漁港とかですね。漁港に入ってきて、まあちょっと小魚とかを捕食したりするらしいですね。で、釣れる時間帯ですね。これ大事ですね。気になります。干潮満潮の前後1時間が釣れるって言ってました。図で表すとこういうことですね。こんなに落とし入れるしかも、なぜかスプレーみたいな。こっち
が満潮、一番満潮だとしたら、まあ、前後1時間、あこの間、干潮の、まあ、前後1時間、これがよく釣れると言われています。で、釣れる水温、アオリイカが釣れる水温は20度以上と言われています。でこれはアオリイカが暖かい場所を好むから20度以上の場所に、住むと言われています。じゃあ逆に釣れない水温は何度なのか、うん、寒いやつでしょ、20度以下、まあ、15度以下、大体もう予想できるんですけど、大体15度以下って言われています。15度以下になるともうアオリイカを釣るのはほぼ不可能と言われていて、この水温になるとアオリイカは、死んじゃいます。え、うん、死にます。そんな弱いの？それぐらいはもう寒さに弱いですもん。なので、じゃあその場にいて死んじゃうのかっていうと、そうではなくて暖かい場所に移動するんですね、まあ、いわゆる回遊ですね、うん、終わりです、ね、急に終わった。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、終えて安心しました？いや、安心しました。よかった。ちょっと絵のツッコミがきつかったですね。はいはい、めっちゃ緊張してます。ハルオキです。どうも。はい、僕はですね、エギのしゃくり方と、はい、エギの色について説明させていただきます。お手柔らかによろしくお願いします。ちょっとイラストがないんで、実際自分が今動作でやって見せようと思いますので、電気をつけます。はい。しゃくりっていうのはまあ分かると思うんですけど、このしゃくり上げるっていう意味のしゃくりですね。ワンピッチジャークっていうのがあって、これ結構有名な一般的なしゃくり方で、一回しゃくって半巻き、戻して半巻き、プロとかがよくやるんですけど、結構速いペースのやつ。そうそうそう、パッパッパってやる、キュッキュッキュッみたいな。でもう一個がスラックジャーク、これは昔からあったアクションらしくて、やり方は十字の方向に構えます。大きい。めっちゃ緊張する。こんなのやったことないんですよ。助けてくださいよ。で、十字の方向に構えて竿を下に向けて軽く振り、吹きを出すんですよ。糸吹きが出てる状態から鋭く糸吹きを弾くように軽くしゃくるんですよ。こうで吹きを出す。あ、これ巻かないんですよ。これだけでいいですよ。振ってる感じだったら、あ、振ってる。巻かないんですよ。ここはカットな。で、これがスラックジャークっていうやり方ですね。以上です。しゃくりは以上です。しゃくりは以上ですね。エギの色ですね、こちらについて説明したいと思います。で、エギはですね、日本では生まれた。日本で生まれたんですよ。日本で生まれた。はい。で、エギの発祥は鹿児島県と考えられてて、江戸時代末期に作られた最古のエギはメジナの形をしていたと。図で説明するとこんな感じで、初代のこのメジナですね。ユシーの絵の100倍分かりです。おお、やった。初代のこと、本当に魚の形してかなり太かった。太いですよ。で、今はなんかスマートな、スマート。実はいろんなエギがあるが、アオリイカには色が見えないんですよ。あのイカって目がいいって思われてるじゃないですか。まあ実際目がいいと思うんですけど、いいらしいんですけど、アオリイカからしたら海中はもうこんな感じなんですよ。白黒が全く見えない。見えない。ではエギの色は意味がないのかと思うじゃないですか。そういうことあるよね。ありますね。意味があるんですよ。アオリイカは明度の違いを認識できると。明度と言いますのがこちらですね。説明すると、こちらが明度が低いところですね。こっちがで、ね、こっちが明度が高いところなんですけど、こことここ色がはっきりこう分かれてるところだったら見えるんですよ。イカはもうはっきり見えるみたいな。例えばもうこの白と黒はっきり分かれてるじゃないですか。明度が低いのと明度が濃いのが混ざってるとイカはこれ見えるんですよ。薄いのと濃いのを組み合わせる。そう、組み合わせたらはっきり見えるんですよ。逆にこちら、色ついてるんですけど薄いじゃないですか。どっちも薄い。これだとちょっとイカは見えづらい。日中使った方がいいエギの色はこちらです。ドン。これもはっきり見えてる。海の色でも透明なほど綺麗。対してこちら濃い色をしてる。濃い色ってことですよね。
例えば、まあ、大雑把に言うと黒とか周りは透き通ってるのにこれが黒だとしたらもうガン見えなんですか。逆に夜使った方がいい液、そういう時はこんな感じですね。暗いんで逆になんか明るい色、目立つ色、オレンジとかオレンジとかこういうのが好まれると言われてます。ああすごい。それで終わりです。おおありがとうございます。はい、はい、じゃあ次僕ですね。ポイントについて、まあ、今回は、ですね、まあ、集計数として、超過情報が上がっていた。で、これの対象を、まあ、アオリイカと、クロシミ、この2種類でちょっと、集約しました。で、詳細な場所は伏せるためにですね、まあ、南部、中部、中北部で北部で分けて、で、また超過の情報の中にその場所が秘密とか、まあ、離島とかが含まれていたので、それをその他に分類しました。421件だったの。421件すごいな。まあ件数順に並べました。ちょっとこれかけただけなんですけど、まあ、以下のようになりました。中国はないかもしれない。わはははははは、続けて。まあダントツで1位が中部で、2位が中北部。でこの中北部の定義っていうのがどこまでが中部でどこまでが北部かが分からなかったので、多分ここら辺だろうみたいなところを中北部として、で3位が北部で、4位が秘密の場所だったり、離島で、5位が南部。北部3位が意外だね。そうそうそう、3位といえば北部みたいなイメージありますよね。で1位が、まあ、中部。ちょっとまあ詳細な場所は、伏せるために、あくまでこの赤丸で今大体この辺、大体この中部で、2番目が中北部、この青い点線のところですね。3位が南部なんです。北部だと範囲が広すぎるんですよ。その件数は多いんですけど全部バラバラなんですよ。北部に関してはもうちょっとデータがないので、ここはなしにして南部にしました。北部は未知数ってことですね。未知数です。で今回の目標っていうのが1キロ以上の、アオリイカが必要。じゃあまず実際に1キロ以上のイカが釣れているのか、これ2015年の内容になるんですけど、1キロ未満が、まあ、20%、1キロ以上2キロ未満が 37%、 2キロ以上3キロ未満が 36%、 で3キロ以上が 7%。 すごくないですか。確かに意外に以上が多いんだなと思ったよね。で次が2016年、ちょっと流しながらやるんですけど、あ、うわ、こんなに差が、めっちゃ釣れてる。2016年は本当に1キロ未満が 12% と少なくて、1年でこんな変わるのね。そうそう、まあ、最後に、まあ、僕とハールさんとマグロさんはもう釣れてます。なので、あとはユッシーにね決めていただきたいなと思います。頑張っていくのでって話です。頑張りましょう皆さん、頑張りましょうみんなで。俺ユッシーしなきゃだと思ってた。以上、私のプレゼンの、はい、お願いします。はい、じゃあ最後ですね、マグロさんお願いします。お願いします。あ、うるせえ。どうも、マグロです。私がやるのはこちら、アオリイカを使った最高の料理。ちなみにですけど、できるっすか皆さんは、アオリイカ好きですか。私はイカは大好きでね、イカ刺しは特に好きで、一度佐賀県で新鮮なね釣れたてのイカを食べた時、あの感動を忘れられない。全然成仏感出してるんですか。独特なんだけど。というわけで今回はあれ、はい、我々が狙うのアオリイカ。はい、もちろん刺身がうまいのも当たり前なんですよね。取れたて美味しいって言いますからね、何もかも。それだと私がいる意味が全くないので、やはり何か調理をねしたいんですが、やっぱりなるべくね新鮮なのを生かしたままね食べたいので、今回はあえて食材に重点を置いてみました。対して、はい、最高のイカ料理オス。まず最初に私が目をつけた食材はこちら、米、ライス、元気もりもりご飯も。そんなのありそう。そう、やはりね、
丼として食べたいじゃないですか。で、私が今回選んだお米がこちら、ゆず天飛騨産龍の瞳。高っ。なんと2キロで2000円。結構高いっすね。だいたい平均5キロで2000円とか、ね、まあ、倍以上のお米ですね。もう選んだ理由がもうすごいこちらなんですけど、選びなかった認定米、これ結構すごい大事に選んだ。そして2、名前がかっこいい。名前かっこいい。龍の瞳ってもうそれだけで美味しいと思う。堂々と龍という名前を使ったその意気込みをね、私は買って、やるとしたらこの米を使おうと思ってますね、はい。次の食材がこちら、ドン、醤油。飲んでる。それ、そうです。あ、これはコーラ飲んでる絵です。わかりづらい。醤油飲むとちょっとやっぱ体に悪いからダメですよ。これはコーラですからね。私が選んだ醤油がこちら、ドン、磯丸本舗ウニ醤油120ml です。1500円です。たけぇ。120って相当少ないですか。少ない少ない。栄養ドリンクです。小さいやつですね。栄養ドリンク。だこれはちょっと悩んだんですよ。え、この醤油がうまいんじゃないって、うん、いかいる思われると思ったんですけど、あえてこれを選んだ理由が、まあ、こっちですね、うん。まずこのウニ醤油、海産物との相性が抜群らしいです。おお。そして2が大事。イカが釣れなくてもこれがあれば大丈夫。最悪、あの醤油ご飯ってことですか。龍の瞳にこの醤油かけたのがどうにかなるんじゃない。最後の食材がこちら、ドン、卵。怖い。これなんか見たことあるはい、ベヘリットですね。ちょっと完成した時、始まった時のベヘリットですね。卵、これなんで卵っていうと、もう私は知ってるんですよ。いろんな釣り系 YouTuber さん、いろんな丼に卵の黄身乗っけてバズってます。バズってるって言わないですよ。卵の黄身を乗っけるとバズるんです。だから卵をチョイスしましたね。そしてこのチョイスした卵がこちら、ドン、うたっか、保温の宝、6個2760円です。なっかー。だから1個400円ぐらい、400円以上ですね。450円ぐらいですかね。まあ選んだ理由がね、1個で24個以上の栄養が入ってるやつです。あなたもどういう卵に、もうギュッてもそれぐらい濃い卵。すごい。そして2、名前がかっこいい。出た。龍と鳳凰で、まあ、強いですね。すごい。だからイカ釣れなくても卵かけご飯は食べれます。安心してください、ジョイさん。最高の卵かけご飯で、で、これらが組み合わせて完成するのがこれですね。結構うまい気分だ。この卵の黄身だけで15分かかりましたね。めっちゃ手間かかってますね。これ本当に手書き。もちなみにね、ちょっと確認されたんですけどね、ネギ畑を散らしたかったな。あ、もちろんチョイスするネギは、はい、春吉。春吉さんを使わせてもらいます、その時は。ですよね。並んでもおかしくないと思う。もう龍、鳳凰、春市、僕は同列だと思います。はい、これを食べれるようにみんなで頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、以上で私のプレゼンは終わりさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、今日ちょっと一日中、はい、パソコン室引きこもって大変だったと思うんですけど、はい、それによっていろいろ見えてきたことがあると思うんで、うん、まあ、次回からポイントとかも分かってきたんで、うん、そこに行って、はい、それをやっていきましょう、うんうん。今回やったことは無駄じゃないと思います、僕は。なんかすごいなんか自信がつきましたよ。うん、2月で結果出そう。2月でも結果チャンスを見逃しちゃダメだ。むしろ見ててもやりたくなったもん、調べてるうちに。しゃくり方とかね。俺も調べてるうちに、うん、卵かけご飯食べたから。ということで今回はこれで終わりですか。研究編は、ま、研究編終わりですね。また実践編、また来週実践編ですね。楽しみにします。はい、またよろしくお願いします。はい、お願いします。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ハイサーイ、ハイサーイ、ハイサーイ、ハイサーイ。ちゃんと並んでください。横に並びましょう。バレた、バレたな。はい、今日はですね、はい、あの前回の調査結果をもとに、まあ、釣りをしていくんですけど、はい、まあ、まずはエギを買いましょう。まあ、どういうエギがいいか前回調べましたよね。それをもとに覚えてます。買いましょうエギを。ということで、はい、イエローフィッシュ向かいましょう。はい、こちらです。
はい、イエローフィッシュつきました。すごい、徒歩10秒だったの、ね、今日ちょっとツーバーが中にいて、はい、撮影許可もらったので迷惑にならない程度に、はい、行っていきましょう。ありがとうございます。さっきまで、はい、ソリティアやってたのにパソコンで、ソリティア、はい、エギ決まりましたね、はい、1人2個ずつですね、選びました。僕はこれですね。これは正直この前のプレゼン全然聞いてなかったから適当に派手なのと地味なのを両方選んでみました。シンプルですね、はい、今日まあ夜釣りなんで、はい、明るい系がいいかなと思って、うん、白と緑ですね。どうやこれ、まあ、明るいのと暗い面、うん、まあ、これはツーバーに選んでもらったんだけど、じゃあ買いますか。これ買いましょう、はい、こちらでみんな釣ったんですか。あ、もうそうそう、あ、あった、ほんま捨てないで言ったらダメなやつ。嘘そんな、バカ、まさか。お、何これ、文海祭探偵団って書いてるんですけど、お、すげえ、見せ見せ見せ、これ自分で書いたんですけど、すげえ、何この手作り、これね、フルグローなんですよ。フルグローと、フルグロー、え、光るんだ。もう全部皮剥いで、わざと、うん、この布がちょっと残ってるんですけど、これ全部剥いで、全部グローにしたんで、こういうライトとかで照らして、お、光ってる、もうすでに、この色が、うん、夜全身で目立つんで、うん、これなら釣りが下手くそでも釣れるって意味。そういう意味違うわアピールは間違いない。あ、よし、超嬉しい、よし、嬉しいよし、嬉しい、あ、いただきました、ありがとうございます。はい、今からですねポイントに向かっていきます。今日のポイントは何県ですか。沖縄県です。お、沖縄県のどこですか。沖縄県の北の方ですね。ということで向かっていきましょう。だいたい特定しました今ので特定しましたはい、ポイントつきました。はい、一応ポイントついたんで、はい、イカスミまず探しますか。探しましょう、よっしゃー、あったー、嘘ー。これはこれ違います。見えます、そこチンとか釣れそうじゃない。あ、チンとかいそう。炭ないね。でもお、ダメ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。痛い痛い、大丈夫ですか。おいで、ジョイ、ジョイ登れる。お、動きは軽快だぞ。おっ、砂浜すごい。砂浜なんですよね、こっち。おお、釣り人がいるんですよ。いますね、あっちに聞いてみるか。絶対これ投げられるやつじゃないですか。なんで投げられるんですか、ここから。せーの、よいしょ。よし、大丈夫ですか。いや、終わった。足がブチブチって聞こえてるの。どこから。膝から、膝から。なんでそんな弱ってるんですか。こんにちは。こんにちは。どんな釣れてる。全然釣れません。右のお姉さんはおいくつ。42歳です。でもね、こと当たってた。何を。いや、子供と来てるのかなと思って。子供。見て、この食料を見る限り長期戦を考えてるよ。食料。今日はとことんやる気だ。カップラーメンまで用意してるじゃん。大丈夫。毒味しとく。念のため。食べたいだけ。めっちゃ食べたい人じゃん。あ、でもエギもちゃんとありますね。あ、結構そう。綺麗。めっちゃカラフルやん。あ、しかも結構全部いいやつじゃん。親も釣りしてるの、はい、あ、だから一緒にやってんだ。あ、いいな。最高どれくらい釣ったことある、ここで。アオリイカ、テニーぐらい。え、テニー。お、あ、目標ね。目標だ。何も言えないいいんじゃない、ここ。一応あと1カ所回ってみます。はい、じゃあありがとうね。ありがとう。あ、なんか餌食べてますね。ああ、やばい、逃げる。おお、すごいすごいすごい。お、すごい、うん、ライオン。あら、まあ、あっちいっぱいいる、あっちにもいる。あ、うんこ。あ、違う。うわ、すげえ、あっちも。ひっそりあそこに。あっちも、見てみますか。見てみますか、あの辺。くそー、うん、これはもうここまでだ。おどろくさん、頑張りましょう。いや、こっち満潮になったら帰るかな。すごいっすね、ここのポイント。結構人も場所通るから。場所通る。やってる人いるんじゃないかな。下手したらここぐらいまで水来るんじゃない。湿ってるってことは。
釣りしてる少年と違える。え、マジか、うん、あ、本当だ。ちょっとですね、少年たちがここで釣りしてました。なんか釣れた？ミーバイ釣れた。え、ミーバイ？あ、これ、おお、いたいたいた、すげえ。あ、これか。こっち何が釣れるって有名ある？タマいるんだ。タマ釣れるんだ。へえ。じゃあ上辺置いていくから。あとは頼んだよ。そうだ。上辺置いていく。いただきます。分かってるね。面白いな今の。面白かった。はい。はい、ポイントつけました。はい。まずはですね、水温測りますか。前回調べて、だいたい20度以上がいいっていうことで、うん、水温が20度以上あるか見ていきましょう。はい。早く早く、水温が上がる前に早く、早く早く早く。これを入れて、これ何キューバーみたいな、熱帯魚用の測りますけど、ね、だいたい22度ぐらいですね。ってことはかなり適温だと思います。すごい、なんか釣り YouTuber みたいだな、うん、水温を測るとか。僕が使うエギはこれなんですけど、ま、今日飼ってないエギなんですよ、まだ。なんで？水中がどうなってるかわからないじゃないですか。だから根掛かりしたらちょっと怖いんで。これさっき買ってきたやつ。お、オレンジ。カラ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 タイプな。と、竿もさっき買った。新しいお兄の竿。ブロックス。グレートエギンガーですね。お、すごい。エギのための竿。エギのための竿です。エギが、まあ、まずちょっと様子見で、300円ぐらいの安いエギですね。これでやっていこうかなと思います。あ、ちょっとね、これカバンに入れてたんですけど、取り出すときにこれがぼんやり光ってたんですよ。マスカーかなーと思って、このブラックライトの光、これ当てたら、見ててくださいよ。ほら、うお、光ってる光ってる。ここもやつが、もう一発すごい。ほら、一応さっきやったら、はい、ね、寝掛かりとかもしなかったんで、はい、これ使っていきます。はい。そういうの、尺テクが映られるかな。ちゃんとこの前勉強したの覚えてる？スーピッチじゃん。スピッチ。石油のしゃくりはどうなんでしょうね。しゃくてく見してよ、しゃくてく。めっちゃ音乗るやん。出会った今、どや顔した。音だけなんですよ。はい、さっきからずっと投げ続けてるんですけど、当たりが1回もありません。お疲れ様です。釣れないっすよ。これだけ自分なんかで頑張ってるから、釣れた時は多分めっちゃ嬉しいと思うんですよ。1キロオーバーの。頑張ろうよ、西。頑張りましょう。どうだ。大釣り終了です。ずっと投げ続けてましたけど、ダメでしたね。ダメでしたね。はい。今回取れたのは、ジンガサのみです。今日の範囲は何なんですか？はい、俺はただいないのかなって。当たりもないんで何もなかった。周りでやってる人いたけど、その人たちも釣れてなかったしね。そうですね。そもそもイカがいない場所にずっと投げ続けてるんじゃないかっていう疑問もありました。分からないからね、見えないもん。いや、次回最後なんですよ。釣りたいね。釣りたいですね。釣りたいですね。釣ろう釣ろう。頑張っていきましょう。頑張りましょう。来週、はい、次も頑張りましょう。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。ちょい、めっちゃジンガサいますやん。大量発生。ジンガサいますやん。取ろうぜ。コツとしては一発でもブカッていく。緊張させる前に。そうそうそう。行きます。ノー躊躇で。あ、もうダメだ。これもダメですね。ダメですね、ジョイ。あ、これいけるね。入ってた。おぉ、よしたな。イエーイ、いいサイズ。手で取れる。手で取ったー。マジで。サイコパスや。手で取る。いや、いいや。一応、リールも一応スーサーダイワです。でも安いやつです。エクスペリア。はいさーい。はい、4日目ですね、ついに。今日ちょっとですね、はい、マゴロクさんがいないんですよ。遠征、東京遠征の帰りでちょっとお休みしてますね。そうですね。3名で頑張っていきましょう、はい。
でですね、今回、最後なんですよ。もう最後、この企画最後ということで、はい、今日と明日2日間ですね。いやだ。で今日明日で、まあ、どうにか1キロオーバーのイカを釣っていこうってことですね。はい。今日のポイントなんですけど、気づいてる方もいると思うんですけど、ジョイさんが1投目で釣ったポイントなんですよ。この辺ですかね。はいはいはい。まずは初心に帰ろうということで、うん、4日目にして4日目にして、前回の放送がちょっと響いてるっていうのもあるんですけど、はい、まずイカがいる場所でもう一回釣りしてみようということで、うんうんうん、最初のポイントに来てます。でまずはですね、ジョイさんが1投目投げて釣れるか実験してみますか。さあ1投目です。これで釣れるのか。前回1投で釣った男、はい、お、しゃくっていく。めっちゃ数あるな。さあ、イカはついてくるのか。ついてきてないですね、イカもね。残念ボーイ。これ、一人ずつ投げません？投げましょう、ハールさん。ピンクですか？ピンク紫みたいな。ピンク紫、こっちはちょっと濃い色してて、ここは透明とかパスタ色。いい色っすね。どこでもいけるような感じの作りなんですよ。こっちは暗い色、こっちは薄い透明さん、ええ、だからどっちでもいけるみたいな。確かに。あ、あいつあいつあんな人だっけ。あいつ見てもう動画も完全無視完全無視なあれ。今みんなで集まるとこでしょ。話するとこであいつ完全一人プレイ始めるって。いやあいつあれで一挙つっても俺がリレースするわ。あのさ、どういうのになってる。お、いい感じいい感じ、いいとこに落ちましたね。出していいですか。いいよ。お、今波が左から右に流れてますよ、ね、うん、はい、風もあってね。この時に、はい、左から投げるのが正しいのか、うん、右から投げるのが正しいのか、どっちだと思いますか。左から、うん、左から、うん、左から、うん、正解は、正解はですね、うん、右からなんです。なんでなんだと思います。めっちゃどやってる。めっちゃどやってる。どうしてなのに。なんでかっていうと、はい、左側でイカが釣れた場合、うん、イカ墨が右に流れるんです、うんうん、そうしたら右側のポイント全部釣れなくなるんです。あ、死にますね。なので右側から釣って、うん、左の方に打つ、うん、あー、なるほど。そういうやり方が正しい。あ、なるほどね。これイカ墨吐いたらイカが警戒して食わなくなっちゃうんですよね。一応ドヤ顔で喋ってるんですけど、普通にあの島の TV で行きました。はい、今移動中です。 あっちの裏ですね。裏、あの岩の裏っすか。おお、面白そう。なんか集めてますね。急に入り口が現れました。さあどこに出るのか。おお、すげえすげえ、砂浜に。あ、全然波ない、風もない。どうですか。すごい、マジで風ない。ここ開けてる。ちょっとここでやっていきますか。浅い。シャロー型の重りがいいですね、こういう時は。シャローって何ですか。説明しよう。あ、これノーマルね、いいんですけど、普通の営業こんなさ、うん、穴が開いてるやつがあるって、軽いから若干ゆっくり落ちていくわけ。ノーマル型はそっちにスーッと落ちていくんだけど、これこういうやつ、これ特別のやつ、ちょっと変わった営業ついてないです。重りがない、こういうタイプもある。これはもう本当にゆらゆら、もっともうシャローよりもっと軽いやつで、めちゃくちゃ浅かった。メートルからそれ以下かなぐらいの深さなんですよ、ここ。一応ですね、水温測りますか。でもね、前回でちょっと暖かかったから、はい、大丈夫と思う。大丈夫と思うんですよね。一応念のため測りましょう。多分20度以上あると思います。あると思う。あ、23度前後。水温は問題ない。まあ、適温っすね。適温ですね。でも釣れないと。ちょっと水中見てみますか。一応前回釣れてるんで、この場所は、うん、水中見たら何かヒントがあるかもしれないですからね、うん、あ、そう。ちょっと GoPro で映してみましょう。魚はいるのか。入ったー。おー、綺麗だ。ナマコがいるな。はい、
真横に、あ、着いたね。すごっ。全然、レーメイの反応がないんですけど。何も見当たらんな。死んでる。海が死んでいる。前回本当にイカいたのかっていうぐらい。何もなんだけど。魚すらいない。イカが食べる餌がいないっていう。それは来ないわなっていう。ただ青い。ただ青いな。やっぱり場所移動っすね、これは。着いたらまず GoPro で撮ってみますか。最初から。最初からまず魚いるかって。水温も撮るんですよ、これ。水温と、うん、まあ、海の中の状況を見て、うん、まあ、魚がいたらチャンスがあるんじゃないかって。そしたら少しは確率上がるんじゃないですか。わかると思う。はい、今釣り場に向かってるんですけど、ちょっとトイレ休憩ですね。まあ、釣り場はトイレがないので、こういったところで休んだ方がいいですね。どうしたんですか。ジョイ、トイレでも話してる。ジョイはどこに探しに行くか。ジョイはなんか面白いキャラであってほしいんですけど、来るじゃないですか、周り軽く見て。多分普通に車に乗ってからエンジンかけて待つと思うんですよ。そんなジョイであってほしくない。一生懸命探してほしいですね。抱えてみときますか。来るかな、ジョイ。さあ、俺らを探してくれるか、ジョイ。頼むよ。ジョイ面白いか。ジョイ面白いのか。あ、出た。探した。あれ？消えた。あ、出てきて。車に。車乗るんかい。さすがじゃん、ぶれないな、うん、ぶれないですね。俺たちがいなかったらすぐ車乗るんだろうなって話したら普通に乗った。特に何も気にしてなかったっすか。だから、あ、なんかどっか行ったんだろうな。関心がないのか俺たちが。ですね、ちょっと悲しいわ。はい、次のポイント向かってます。あ、結構、はい、いそうな場所なんだよね。そうですね、なんか岩場でまずそのポイントに行けるのかっていう調査ですね。 GPS でしか見てないからね。雲の上から、ね、あ、行けそうですね。あっち登ってから多分行けるかな。明日のとこある。明日のとこある。やば。あ、いたいたいた。あ、行けるよ。うわ、すごいね。おお、広い。うわ、なんか境目がある。あら、牛タンかよ。ちょっとここでやってみる。やってみます。水温を測りましょう。さほど差はない。ちょっとあったかいぐらいじゃないですか、うん、ちょっとあったかいかもしれない。適温だね、適温だね。ちょっとなんか緑っぽいですね。上打ちすぎだな。あー、浅いな。魚見当たらない。あ、いた。あ、魚いたね、ちっこいの。いる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 。お、ちょっと希望が。さっきよりは希望あるんじゃないですか。投げますか。投げてみますか。オッケー。辛いな。辛いっすね。あー、楽しいか。はい、次のポイントですね。ちょっと水温を測らずにエギだけ投げて釣れるかやっていきます。やってみるか。どっちだろう、こっち側かな。釣れてる、釣れてる。ハルさん、止まった、止まった。おっしゃ、ジョイさん、ゆっくりでいいっすよ、ゆっくりでいいっすよ。ハルさん、タモやってもらっていいですか。見てください、イカいますね、煽りですね。ちょっと今、こっちからハルさん降りてタモで救います。いや、ジョイさん、そのままです。さあ、イカ釣れるのか。釣れますか。はい、よろしく。
どうぞ。やりましたね、ジョージさん。ちっちゃいなぁ。フィッシー、ごめんね。粘った回ありましたね、今日。流れや。重さ測りましょうか。測ろうか。今ゼロっすよ。ゼロ、はい、測りましょう。270g。ちなみに、エギ、どんなエギですか、教えてください。はい、これですね。はい、ジョージさんのイカですね。はい、冷やしましょう。はい、直接これ氷にやってたら、うん、なんかイカの細胞が死ぬらしいんですよ。こういう紙を置いてやってみますか。うん、綺麗ですね。綺麗。目標にはまだまだ達してない。800g 足りなかった。相当足りない。じゃあ行きましょう、移動。はい、はい、結構釣り場移動したらもう真っ暗になりましたね。真っ暗ですね。いろいろ買い出しに行ってたら。でこれからですね、夜から朝にかけてエギングしていこうかなっていう、うんうん、テントもあるんですよね。うん、あ寝てますね。ぐっすりじゃないですか。夜ご飯作っていいですか。はい、今回は何を作るんだい。今回はジョイが大好き、糖質たっぷりのパスタです。パスタの麺、ホールトマト、ニンニク、バジル、ブラックペッパー、岩塩、コンソーメ、そう聞いてたね。あー、少しながら弱火で入れますか。コンソメ、バジル入れる。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。どうですか。マジでうまい。ありがとう。うますぎる。クックパッド、ありがとう。はい、2品目ですね。ほうれん草、ほうれん草、えのきバター、しめじ、若鶏砂肝スライス、砂肝、よっついこ、よっしま、せーの、ドン。すっごい笑顔やん。今日一の笑顔でしたね。いただきます。取ってくれるもんですよ。180点ですね。ありがとうございます。どうでしょうか。うまいっす。うん、かったよかった。味付け大丈夫。味付け大丈夫っす。はい、じゃあ今から夜の部スタートです。はい、行きましょう。あれから2時間が経ちました。ほんと厳しいですね。マジ釣れんね、うん、これは辛い。これは心が折れる。難しいな、うん、あー根がかりするし、終わってる。根がかりするし、もう折れそう。どうします、もう寝ます。寝ましょう。はい、おはようございます。ただいま朝の5時です。ちょっと雨がパラついてるんですけど、まず車にカッパを取りに行って、その後釣りを開始する予定です。はい、じゃあ車も出ますか。はい、車行きましょう。はい、カッパも来て、準備 OK です。準備 OK です。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、カヤさん来てます。来てる。来てる。待って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 、でかいっすか。でかいでかいでかい。待って、これ見てる。待ってください。見える。足一本っすね。危ねー。待ってけ。よっしゃよっしゃ。カヤさん、カメラ持ってきてもらっていいですか。これ、
ハルさんやりましたやりましたよしよしよしこれあこれあるじゃんよっしゃこれ際どいな際どいっすね音声際どいなやばいなまずタコだよタコだよよっしゃめっちゃ嬉しいオスだオスよっしゃ今もうちょっとやりますそれとも時代来てるんでかかりますやろうやろうやろうちょっとですね今ね時代なんでもうちょっとやってからもうちょっとやってからの重さ測りましょうねおめでとうございますありがとうやばっオッケー嬉しい今ちょっとブルってるなブルってますね嬉しいな嬉しいですね嬉しい続けていきましょうはいはいおはようございますおはようございます、はい、もう朝すっかり明るくなりましたねはいそうですねちょっとあの後少しやったんですけどやっぱ当たりなくてハールさんが釣ったまあいいサイズですよいいサイズです明らかに、うん、今までより今回一番大きいということで測っていきますか、はい、さあこれで1キロオーバーだったら企画終了ですわあ怖いかけたぞかけましたかけたぞうわどうなる怖えいいぞマジ怖いっすねいいぞあ待って怖いいきます、はい、せーのよいしょマジっすか750っすあ、うっそ惜しい惜しいくそはいさーいはいさーいはいさーいいや今日は何ですか何ですかって実は前回で予定の1ヶ月が終わって、はい、釣り終了のはずだったんですけど今日実はですね、はい、津堅島というところに来てます、はい、なぜかというとまだ1キロオーバーのイカを釣ってないからです今回もうリベンジ本当にこれが最後ですこれ釣れなかったら、うん、もう諦めますもうきっぱりねきっぱり諦めましょう最後のチャンスということで今回1泊2日いきますかリベンジやりましょう、はい、行くぞーぞーあーおーよっしゃよっしゃはい、今ポイントに向かってますポイントに向かってるんですけどなんか階段みたいになってますね本当だよし、やりたーちょっと雲行き怪しいけど怖くねでもこれ欲しい開いてるじゃんよいしょわー天気いいね、めっちゃでもポイントも激アツただ根掛かりに気をつけましょうもう、はい、結構浅いんですよ、見てわかる通りもう見えてるんで、ね、ちょっとですね、はい、潮の流れ見たら分かると思うんですけど、うん、潮が沖に向かってるんですね、うん、おうおうエギは普通手前に来るんですけど、うん、この場合結構沖に流れたりするんですよ、うん、でその時にバックドリフト長砲っていうのがあってマニアックとマニアックなんですけど横もなカタカナ来たかバックドリフトって言って沖に流す釣りがあるんですね、うん、エギそれをちょっとやっていこうかなって、うん、まあそれ用のエギもあるんですよあこれこういうのがあってちょっとボロボロなんですけどこれお今岩が動かんかった絶対嘘動いてよなこの岩は地面とくっついてないなどうするもうちょいやるここでびっくりしたねえ今なんか変な感じだったよねポイント移動しました。はい。森の中。ここですね。あの、うん、昔ひっちゃんが飛び込んでイカ取ったところ。あっちですね。おおすごい。あっちの岩。あっちの岩。行けるし、ここは。行けますよ。はい、ちょっとポイント移動ですねうわ、スプーンとか投げてるめっちゃ刺す、魚いるおぉ、
かなかある。かなかある。めっちゃ透き通ってますね。これは。あ、これイカスミっぽくないですか。古い絵の具があります、ね。あ、こっちのもありますね。ナマコ、カメラに反射しすぎて何も見えない。見てこれ、ナマコかけた。大丈夫ですか。そうですね、昼ご飯食べようということでこちらのつけんみやらびさんですね、撮影して OK ということなのでご飯食べていきますか。はい、あ、11時間空いてる。空いてます。行きましょう。沖縄そば、麻婆生姜、麻婆餃子、定食。なんか雰囲気がいいわ。麻婆豆腐とチキンカツ、チキンカツ、沖縄そば。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまです。まさかの親戚が来るっていうね。話がプライベートすぎて取れなかったっすね。取れない、取れないな。ここら辺ブラブラしてみます。はい、ちょ、商店行きたいっすね、これ。商店恥ずかしいんで。恥ずかしいですか。まあ、多分島民の方はこっちでも全部食材調達してるんじゃないですか。ここ常連です。あ、本当ですか。ここに20円のカードやってたから、1個1個いってるの。何のカードですか。クレヨンしんちゃんの買って。クレヨンしんちゃんですか。ドラゴンボールとかやってた。ああ、ドラゴンボール。あれのこれ聞くバージョンだったんだよ。これ折り曲げたらキラキラか分かる。キラキラって基本シールだっけ。普通のカードは硬いけど、キラキラは柔らかい。けど折り曲げてから。はい、今お昼寝してました。行きますか。行きましょう。今ですね、ちょっと車取りに行ってます。これのどかすぎるだろ、これ。ほ、ほけきょって聞こえたからね。はい、続いての釣り場に来ました。普段はここまで水上がると思うんですけど、今引いてます。乱眼していきますか。あ、こちら辺ね。あ、今までの撮影で分かったんですけど、うんうん、イカは一匹釣れた場所でまた続けて釣ること難しいんですよ。多分イカスミの影響だと思うんですけど、なのですぐ切り替えて場所移動していこうかな。じゃあもし最初が1キロだったら。もし最初が1キロだったら今日の5時半の便で帰ります。そうだな。はい、じゃあ行きますか。あの辺行きます。ちょっとあそこの方を攻めたいと思います。行きましょう。よっしゃ、入るぞ。めっちゃ綺麗だ。いや、無理しない方がいいよ。もう時間に余裕が見られないですね、ヨッシーからは。もう焦りしか見られない。はい、渋いですね。なんか雰囲気はいいんだけどね、いない感じするよね。はい、今日忘れてました。水温を測りましょう。はい、まあ、多分20度以上絶対あります。絶対ある。今日半袖だもん、ヨッシー。 24.7 だな。今まで一番高いですね。ね、一番高いな。一番高いですね。なんでいないわ。なんでかね。水温はバッチなのよね。じゃあ、どんだけイカ調べても未だ分からないことばかりというか、うん。はい、ちょっとまたですね、商店あずまに来ました。カレー作る。玉ねぎ、はい、玉ねぎ、じゃがいも。ポークカレーいけるんじゃん。ポーク買えばあといけるじゃん。ミッドランド、スパム、チューリップ。ミッドランドかやつが。米、カレールー、玉ねぎ、じゃがいも、ポーク、ポーク。間引きされた人参。あ、あれですか。あ、もらっていいですか。ありがとうございます。やった。じゃあ、後から1300円で。あ、持ってきます。はい。いきますか。はい、行きましょう。誰も今、財布持ってない。いいね。財布持ってないから、後から持ってきていいよっていう。初めて月見た。ですよ、もう顔見知りだから、親がもう。だから多分許されると思うんですよ。
なんとですね、あずま商店の方から差し入れもらったんですよ。なんだろう、人参のピクルスと、あともずくもらった、頑張ってくださいっていうことでもらいましたね。で俺今日のプラン一応決まってるけど、アップし、ご飯作ります、9時ぐらいからやります、3時行きます、夜中3時もまたやると、で朝まずめもやります。じゃあ料理作りますか。はい、頑張りましょう。はい、まずはですね、人参を切ってくよ。あ、面白いなこれ。あ、気持ちいいね。あ、いいじゃないですか。あ、分かってらっしゃるね、すごい。全部だな。あ、入れます。はい、カレーできました。いただきます。いただきます。誰が作ったの？誰が切ったの？キャラ崩壊じゃん。うまっ。人参ピクルスいっちゃっていいですか？あずま商店さんからいただいた。うまい。うまい。魚も入れます。あー、ついてる。うめえ。あの店で出せばいいのに、商品で。最高です。これ食べたら、うん、少し休憩して、はい、また身を釣り、うん、やっていきますか。うん、うん、はい、夜の部始まりました。始まりました。何も見えません。行きますか、頑張って釣りましょう。行きましょう。えい、えい、おお。これイカちゃん、いたけどちっこかったな。今の時期ちっこいんだもん。教えますか。はい、あ、教えてください、イカ先生。本当は今のシーズン親イカって言って、でかいイカが釣れる時期なのに、うん、小さいイカがいたと、うん、理由は産卵時期の違いなんですよ。イカの産卵の期間は実は6ヶ月あるんですよ。なので今来たちっちゃいイカっていうのは遅い、遅い時期に生まれたからちっちゃい。今からじゃあ成長していくってことあるんか。今から成長していく。勉強になった。雨強いんだけど。ビデオカメラだと壊れるので GoPro に変えました。先ほど釣りしてたんですけど、ちょっと雨もひどくなって、はいはい、1回撤収したんですよね。撤収して、で2時間ぐらい寝て、うん、で今夜中の2時ぐらいですかね。最干潮1時間前なんですけど、はい、最干潮の時暑いポイントがあるっていうことなので、はい、今からそこで向かってやろうかなと思うんですけど、はい、1人いないんですよ。そうっすね。メンバー1人いない。なぜか1人いないんですよ、はい、時間になって行くよっつったら、はい、うん、だけを最後に寝ましたね。その後いびきが2人で向かおうかなと思います。はい、向かっていきましょう。はい、干潮でしか行けないポイント今向かってます。上だ来て、上だ来てね、ジャケット着て見えるかな、もうここ深くなってる。まあでしょうね、今膝下だからな。ちょっと押されてるんだ。これはなんで当たりつかむためです。巻いた後にリール回して止めるんですよ、これ、うん、指で。根掛かりが怖くて、エギを沈ますのが怖いっていう。怖い。根掛かりしないようにカウント数えてやってますね。ちょっと雨降ってるな。過酷ですね、今回。過酷っすよ、マジで。マジで雨降ってできんとか辛いだろう、こんなところまで来て。でも久々にここまで本気でやった企画でもある。だから釣りたいんすよ、本当に。ねえ、なんか帰りたくないんだよな。島の人に遅いのって。確かにね、頑張ってねとかいろんな人に言われてるよね、カメラで回ってないところでも。やばいな。自分たちなりには、うん、
ベストは尽くしてるんですけど、うん、それでも難しいというか、うん、朝まずめに、はい、かけますか。ほぼほぼ寝てないですよね、本当に。1時間寝て釣り、1時間寝て釣りとか、そんな感じじゃない。寝てない。一旦家に戻って、うん、まあ、少し寝て、うん、明日朝まずめにやりますか。うん、OK。はい、ただいま朝の6時です。おはよう。おはようございます。寒っ。寒いっすね。早朝、うん、朝まずめ狙い。嘘だろ、雨降ってるし。朝っぱらからまた雨ですよ、これ。テンション上がらないですよ。行きますか、ポイントまで。はい、行きましょう。あ、来た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 。おっしゃー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 。なんか色違くない？あ、これクワイカ。クワする。綺麗じゃないですか、めっちゃ。本当だ、綺麗だ。クワイカする。大きくならないやつだっけ。大きくならないです。でも綺麗ですよね。綺麗。さあ、よし、やった。やりました。やった。さあ、ではやった。よっしゃー。ちっちゃいけどめっちゃ嬉しい。嬉しいね。いただけただろうか。見てはるか。ニヤニヤしてる。パッと。なんかおかしいとこある？うん、足元かっこいいな。足元がおしゃれ。流行るし。あ、いや、一瞬何か食いつきましたね。多分魚かも。イカかな。どうかな。よ、ほら、あ、魚だ。でっかい。あ、いこー。釣れたー。なさった。でっかいエソ。あー、釣れそう釣れそう。目の前にいる。うん、あ、来た。さあ、おっしゃー。いや、目の前にいた。釣れた。来い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 。あー、ヒット芯取れんかった、ごめん。早く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 。おら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 。ターボターボ。2杯目。2杯目来たー。白イカっぽいよね。すごいっすね。ミエイカですか。ミエイカ。目の前にいた。じゃあちっちゃいけど狙ってみようかな。はい、ちょっと雨も止みました。いろいろ作戦会議したんですけど、ここが最後のステージです。はい、ラスト。泣いても笑ってもこれが最後。最後っす。するぞ。カバンが大丈夫。
よいしょ。あ、寒いね。風強っ。雨で濡れた体に刺さる冷たさ。いいですね。投げては徐々に移動、投げては徐々に移動、全体を探る感じで。頑張るぞ。眠気に負けんぞ。お疲れ様でした。釣れませんでした。厳しい。こんなに頑張っても釣れないんです。難しいですね。いろいろ自分たちで調べたんですけど、うん、今年なんかおかしいよね。でもね、うん、去年からじゃないですか、イカがあんまり上がってない。まあ、あと決まった日程だったからね。土日限定で言い訳しか言うところは良くない、良くない。あれは釣れなかったのは、うん、自分なんかが悪いんですよ、正直言うと、うん、要は情報が足りないからなんですよ、うん、地合いとか釣れる場所とか、うん、やっぱ知ってる人はそれなりに情報を上げるので、うん、情報不足なんですよ。でもそれを自分なんかで調べて、まあ、いろいろやったってことは、うん、まあ、一つの成長だから、今後も何か新しいことに挑戦するときは、ああやってなんかいろいろ調べて情報をたくさん持って挑んでいったら、もしかしたらいい結果が出るかもしれないです。いいかもしれないね。失敗じゃないから。失敗じゃないです。前に進んでますから、今回失敗じゃないから。実際釣ってますもん。知識も得たし、勉強になったし、結果は出せなかったけど。ということで、初心者が本気で1キロオーバーのイカを狙ってみたの企画、はい、終了ですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。目標は1キロオーバー、初心者メンバーで1ヶ月かけてアオリイカを狙います。生き物を演出してみたの。バーゲン感想だった。めっちゃ嬉しい。イカ釣りでタコ釣った。俺だけアウェイな感じ。ちょっとだけイカゲーですね。嵐引退します。ドラゴンズか。かっこいい。変えます、変えます。来てるよ。なんで俺を困らすんですか。ジャパン、ジャパン。色が見えないんですよ。イカこんな感じなんですよ。イカのようになりました。続けて。ハルサルシ。ありがとうございます。釣れたね。これ特別なやつ。キープ。車乗るんかい。釣れてる釣れてる。煽りですね。ほんと厳しいですね。釣れそう。来てる。嬉しいな。嬉しい。嬉しい。ナマコかけた。間引きされた人参。ありがとうございます。今日のプランが決まってるけど、ちゃんとうまい。一人いないんですよ。過酷ですね、今回。頑張ってねとか、いろんな人に言われてよね。カメラで回ってないところでも。あ、来た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 。よっしゃー、よっしゃ、やったー。入るし。失敗じゃないから。前に進んでますから。うん、はい、はい。ちょっとね、東商店さんにイカを持っていこうとしたら、閉まってたんですよ。奇跡的に閉まってるんですよ。じゃあね、ちょっとこれはどうにかあげたいっていうことなんで、じゃあ置き手紙を置いて、これ置いとこうかなって。ああ、でも、はい、冷凍で冷やしてるんで。冷やしてるんで。元気に冷やしてる。大丈夫です。愛妻探偵団からです。昨日はご協力ありがとうございます。よかったら食べてください。2月24日、この日、釣った日ですね。そうですね。の朝に釣ったイカです。っていう。はい。こっちああ、こっちいいんです。見える場所に。はい。じゃあ帰りますか。帰りますか。はい、はい、あと5分です。はい、行きましょう。行きましょう。